メイドの飛脚とは、人形浄瑠の演目の一つ。全三段、大阪竹本座にて初演。近松門左衛門作。亀屋中兵衛は、元、大和国信公村の王白将、勝木孫右衛門のせがれであったが、4年以前に、大阪淡路町の飛脚富宮亀屋へ、養子に出されていた。亀屋では養父に当たる当主はすでに死去し、今は、 後継ぎの中衛が店を差配する立場である。だが、その中衛は最近新町の友情梅川に入れ上げ、家にもろくに帰らないので店の業務は滞りがちで、あった。日も暮れて、店じまいの自分、中衛は亀屋を訪れた友人の丹波や八江門から、すでに届いたはずの八江門宛ての江戸川瀬五十両が、届かない理由を問い詰められる。中衛はその金を、 これあった中の梅川を見受けする手付けに使ったと打ち明けた。梅川が近々田舎の客に見受けされそうになったので、たまたま手にした、八重門宛ての五十両を手付けに使ってしまったのだという。土下座して泣きながら待ってくれと頼む中衛。それを見た八重門は中衛を許すことにしたが、今度は、養母の妙暇から八重門の五十両について、といただされる。妙館は早く、 八重門に五十両を渡せと中兵衛にせかすが、そんなものはない。身体に急した中兵衛は、その場しのぎにあり合わせた、瓶水入れを紙に包んで小判を装い、それを八重門に渡して、嘘の受け取りも書かせ、要望を騙す。八重門は帰っていった。ちょうどその時、大名家の倉屋敷に届ける三百両が到着し、その金は届ける期日がとっくに過ぎていたので、 夜分にもかかわらず、中米自身で急ぎ届けることになった。しかし道の途中で、梅川のことが気にかかり、その足はいつの間にか新町の方へと向いている。はっとこれに気づいた、中米。しかし結局は大事の預かり金をそのまま懐にして、梅川のいる新町へと向かうのである。新町の越後屋では、梅川が中米の来るのを待ち焦がれている。そこへ、 八重門がやってきて、女郎たちに、先ほどの中衛の一件を話す。二階に隠れて、それを聞いていた梅川は、顔を畳にすりつけて声を隠して泣く。越後屋の表に着合わせた中衛は、八重門の話を聞いて、カッとなり、中に入って、口論となる。ついには、持っていた預かり金の中から五十両を出して、 八重門に投げつけ、残った金は養子に来た時の敷金だと偽り、これも、梅川の身請けに使ってしまう。二人は、晴れて、夫婦となったが、飛脚屋が、客の預かり金を使い込んでしまっては、同業の飛脚屋仲間からの戦議は免れない。中米と梅川は、世間から身を隠さねばならなくなる。北に方銀編、第一か松前二衆より、梅川、北の久し夫 筆をってに怯えながら、中米と梅川は、籠や徒歩で、逃避行を続ける。ほどなく、正月を迎えようという頃、中米と梅川の二人は、中米の生まれ故郷山和国信仰村までたどり着く。村には、中米の実父孫え衛門がいたが当然会うことはできない。そこで中米とは、幼馴染みだった中三郎を頼ろうと、その家を訪ねるも中三郎は不在である。 だが村にはすでに同業の飛脚屋からの追手が入り、中米が大阪で大金を横領したことが知れ渡っていた。中米たちは蘇生を隠し、居合わせた、中三郎の女房に、中三郎を呼んでくれるよう頼むと出かけていき、家の中は、中米と梅川二人きりとなる。表は、雨が降っていた。そんな中、孫衛門が近くを通りかかるのを二人は、家の中から見る。 すると、孫右衛門が、下駄の鼻を切らして泥田へと転んだ。梅川は、思わず、家から飛び出しこれを助ける。蘇生を隠して、孫右衛門を解放する梅川だったが、孫右衛門はこの辺りでは見かけぬ顔の梅川を見て、さてはと悟り、息子、中兵衛の身の上を持って孫右衛門が嘆くと、梅川も声を上げて泣く。しかし孫右衛門は、世間や八日亀屋への義理を持って、 中兵衛に会おうとはせず、また中兵衛も隠れて、父を不死をみ泣くばかりだった。孫衛門は露用にせよと思っていた金を梅川に渡し、嘆きつつ立ち去る。やがて戻った、中三郎の計らいで、中兵衛と梅川は一旦はその場を逃れるが、ついに役人に捕まってしまう。村の者たちもこの騒ぎに出てきてみる中、中衛と梅川は縛り上げられ、この様子を見た孫衛門は、 あまりのことに気を失った。中衛も、身に罪あれば、覚悟の上殺されるは是非もなし。ごえこうの見立て祀る、親の嘆きが目にかかり、未来の触りこれ一つ、面を包んで下されお嬢なりと泣きわめきながら訴え、梅川ともども大阪へと引かれてゆくのであった。本作は、いわゆる、梅川中衛を題材とした浄瑠璃である。 梅川中兵の実説については長らく不明とされて、北が、東道藩城大画廊の日記、栄法記事略の記事により、明らかとなっている。その法営7年正月25日の項によれば、以下のようであった。東道藩の領分である、大和国信公村に小百姓の四票へというものが、おり、そのせがれの聖八は6年以前に、大阪へ、養子に出され、 亀や忠兵衛と名乗って、洋家を継いでいた。ところが、忠兵衛は金銀を盗んでその金で遊女を、見受けし、共に、大和郡山の上里村に親類を頼って、逃げ隠れていたが、両名は見つかり捕獲、大阪に送られて、入牢となった。実の親の四兵衛は、大阪町奉行所より処罰せぬようにとの知らせがあったが、忠兵衛が盗んだ金については四兵衛が、 弁償することになったという。この実説が当時交換に広まったと見られ、以後、京都や大阪で、梅川中米のことが、歌舞伎の舞台に取り上げられているが、宝永8年正月に、京都で上演された、京成区本浄土では中米が主人公ではなく、梅川には他に、男がいて車を抜け出す手段として、中米を利用し、中米は最後には孫に金を取られて殺される。 中米はほんの脇役だったという。他に、浮世像史にも、梅川中米は取り上げられており、そんな中で、近松が、世話者として書いた浄瑠璃がこの、メイドの飛脚であった。なお、メイドの飛脚の初演の時期については、聖徳元年の7月以前らしいということしかわからず、はっきりしない。またこれと近い時期に、同じ題材を扱った、機械音作の、 形成三度傘さがあるが、この作も確かな初演の時期が不明である。形成三度傘さは、メイドの飛脚の改作とも言われるが、この二つのいずれが先であったかがわからないので、その影響関係についても明らかではない。飛脚屋はもともと、大阪発生のもので、書状と貨幣を預かって輸送していた。18件の飛脚屋による仲間が作られ、 もしその中で、品物の輸送ができなくなった場合には、まず飛脚や仲間でその事情を取り調べ、連帯責任で持って、相応の負担をした。顧客からの預かり物を盗みなどした飛脚屋は、家財没収の上、資材という厳しい掟が定められていた。封印切れとは飛脚屋が人から預かって送る金の、その封印のある包み紙を破くことであり、 新興村の最初において、17件の飛脚トンやあるいは巡礼古手外い費、家々を除きから繰りやめ売りととあるのは、亀屋以外の組合亀屋の飛脚屋から、中米捕獲のための追っ手が、様々に変装して、村中をうろついていたということである。中米の年齢は、今年二十歳の上は、まだ4年、すなわち24歳と記されている。十四という年で、四年も、 飛脚屋の中で暮らしていながら、上でも述べたように飛脚屋が人から預かった金を横領すればどうなるか、本来わからないはずはないが、淡路町で八重門宛に届いたはずの五十両を勝手に、梅川の手付金に使ったと白状しているのを見ても、遊郭のい稲に夢中となって、分別を失った若い男の姿がそこにはある。しかし、ここで、 八重門が飛脚や仲間へとすぐに訴え出れば、中兵衛と、亀屋は相応の処罰を受けたであろうが、土下座して泣きながら、自分を犬とでも思ってくれと謝る中兵衛を、八重門は見て、ほろりっと涙ぐみ、言いにくいことよう言うた。丹波屋の八重門、男じゃ了見して待ってやると、結局中兵衛を許すのである。つまり中兵衛は、八重門に命を助けられたことになる。だが、 ことはこれで収まらなかった。中米が大事の預かり金を懐にしながら、うかうかと越後屋の表にまで来ると、先に越後屋に来ていた八重門が、例の瓶水入れのことまで暴露して、中米の棚卸しをしている。前段、淡路町で中米をかばったはずの八重門が、なぜいきなり越後屋で、中米への悪口をし始めるのか。これについては八重門を、 物事を表面的に捉えて、相手の態度次第で、どうにでも変わっていくような人間であり、無責任な方言もするのだという解釈もある。しかし、メイドの飛脚を実際に語った四代目、竹本越時代部は八重門について、実際に、友人思いの、人情のある男で、中米よりも一回り大きな人物ですよ。悪人ではないですと述べている。 すなわち悪口するように見えて、実は、中米のことを思い遊閣や梅川から中米を遠ざけようとしたということである。そのように考えれば、淡路町でも、越後屋でも、八重門の性格は一貫していると言える。しかしいずれにせよ、中米は、その、八重門の言葉に怒り、感情に任せて、ついに、封印切れの滞在を犯してしまう。 そのすぐ前の、淡路町亀屋において、八重門から許され、助けられたにもかかわらず、同じ過ちを繰り返してしまうのである。友人同士のことならまだしも、武家の倉屋敷へ届ける大金を使い込んではもはや、言い逃れはできない。本来顧客へ金を届ける飛脚屋が、自ら死へと赴く、メイドの飛脚となってしまったのだった。一方、形成に、誠なしとは、 作中でも言われているが、この、中米の相手をする梅川は、信仰村での孫右衛門に対する態度を見ても、友女ながらも善良な人物として描かれているのが、救いと言えよう。中米と、梅川は追っ手に怯えながら、信仰村まで逃れてくるが、この、信仰村では、中米のジップ孫右衛門に比重が置かれている。いわば本作の、もう一人の主人公とも言うべき人物である。 姿は見せないがすぐ近くにいるであろう息子に向けた悲痛な思いを孫衛門は梅川を前に次のように語る。そして縁を切ったと言っても親子、大金がいることがあるならばどうして前もって自分に相談してくれなかったのか、そうすれば間違いなどさせなかったのにと嘆く。メイドの飛脚はその後内容を解釈されて形成恋美脚や、 恋美脚山東来として上演されることになるが、この信仰村は最後の場面を除き、概ね大きな改変はなされずに使われており、こう思う切ない親心という内容が現代にまで伝えられたのだと言える。しかし中米たちは結局捕まり、縛られて大阪へと引かれてゆく様を孫衛門は目にすることになる。本作の最後は水。 の流れと身の行方、恋に沈みし浮きなのみ難波ばに。残しとどまりしとあるが、その恋に沈みし浮きなは人々を不幸にして終わったのだった。近松門左衛門作のメイドの飛脚は名作と評されてはいるが、実際にこれを人形浄瑠璃の舞台にかけた場合、話の真になる人物たちが破滅に向かって終わるだけというのは、近松よりも後の人々にとっては物足りなく。 感じるようになっていた。そこでこの梅川中兵衛の話を少しでも膨らませようとしてできたのが、京成恋美客であり、歌舞伎の恋美客山と往来であった。実際、明度の飛脚は初演の後、江戸時代における上演は、文政三年の大阪での興行が確認できるのみであり、演目として本格的に上演されるようになるのは、大正三年以降のことである。 その間、人形浄瑠璃では、改作の、形成小指脚が、もっぱら上演されていたのである。ただし、下の巻の、道行き総合歌語だけは、市中節や宮園武士に曲を移して語られている。ありがとうございます。